続いての遊びいきましょう。こちらです、はい、ドン。はい、勝ったら告知、最強コンビネーション対決、よいしょ。明日から全国公開される江口さん、野津山さん出演の映画亀の甲羅はあばら骨、うん、ここではですね、普通に告知はさせないという木曜遊びの鉄則に従い、告知をかけたゲーム対決をしていただきます。またタイトルしか発表できてませんので頑張ってください。そうですよ、面白いと思ってもらわないと。告知のために来たのにいやいや、あのね、こういうので、うん、なんか告知が できるから番組に来るっていうのはもうね、この古い体制変えた方がいいと思ってちょっとベテランが怒ってる聞きましょう。今日来たスタッフさんいるじゃないですか、はい、その亀の甲羅のあばら骨、はい、うん、監督ですか、スタッフさん、監督も含めているでしょ、はい、もうがっかりさせてやるからそんなことある。じゃあ今日頑張るんですか、いつになく来てくれたらマジでさせないように本気ではこれはいいですね、これは。いやいや、我々だって、ね、いやいや、告知しに来てるんですから。そうですよ、そんなのバキバキにやってやりますよ、これ来ましたよ。いやいやいや、じゃあね、ルールを説明しますね。はい、夜遊びチームと亀の甲羅はあばら骨チームに分かれて、さまざまな協力競技で対決します。はい、我々に勝ち越せば、うわ、たっぷり告知できます、ね、でもね、まあ、チームプレーじゃないですか今回、はい、そうですね、はい、我々、僕と細谷君は、まあ、こう MC 一緒にやってて、うん、息が合わない。そんなことあるそんなことあるんですよそんなことあります。そんなに合わないこと珍しいですよね。見事、本当に半年以上やってきてるんですけど、うん、たまにちょっとお互いイライラしてる時ある。合わなすまねえなみたいな、合わなすぎて、あるんだこのコメントはみたいな時ありますから。嘘でしょ、そうなんだ。びっくりするんだけど怖いよ。でもね、それよりも息が合わないどうのこうのよりも、うん、絶対に告知させないからこんなにさせたくない人初めてですよね。なんでだろうな。もうじゃあちょっとね、絶対したいですね。そう、あばら骨の結束力を見せてやりますよ。見せますよ。自信ありということでね、はい。じゃあ、まあ、一旦移動しますんで、はい、ちょっと準備もありますので、はい、CM 行きましょうか、はい、CM です。 CM です。じゃあ次の対決行きましょう、はい、こちら、はい、お絵描き伝言対決。これはだって一人ピカソいるもん俺やったな、スタッフ俺が勝てない賞持ってきただろ、これ当たり前やろな告知はさせません。おかしいのよこれ。どういうことですか、細谷さん。これはですね、ペアで絵によるシートにチャレンジしていただきます、うん、はい、60秒間で最高何個の絵がつながったかで勝負します。なるほど。1チームずつ挑戦して、まず我々からやりますか。そうだ、これもね、我々もやったことあるんです。うわ、また始まった、そうやって。そう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 、不利な状況を持ってきて。いや、本当にシンプルにいきましょう。マジで勝ちに行こうよそうですね、本当に勝ちに行きましょう、うん、ここからは俺たちはバラエティじゃない。バラエティじゃないんだこれ。バラエティでしょこれ。ここバラエティコーナーなんだから。さっき全然バラエティしなかったこれはドキュメンタリー見せてやっから、今から。よし、じゃあすごいな、やりますか。どっちから書く？浪川さんから書いてください。オッケー。シンプルですよ、シンプル。わかりました。どっちが僕なんだろう。こっち？はい、ね、時間なかなか短いですもんね。そうですね、うん、どれぐらい繋がるものなのかっていうのもまだ分かってないですから。単純なものですからね、うん、単純なものからお願いします。わかりやすくね、本当に。オッケー。画力は小学生レベルでいきましょうね。オッケーオッケー。確認がすごいですよ。すごいな、マジだから。よし、じゃあお絵描きちょっと、はい、スタートいってください。それでは参りましょう、お絵描き伝言対決スタート。嘘だろ嘘だろ悩む。いや、どっちか、どっちかなと思う。まあまあまあ、どっちかなって。確かに。嘘だろ。もう一個やん、世の中でこれしかないよ。ちょっと待って、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 ちょっと待って。怖い怖い。わかりやすい、わかりやすい。
え、わかりやすい。おーい、え、これまだ2個しか。浪川さん、このまま。ちょっと待って、俺変えた、途中から変えた、だ違うもん。これもうバラバラ、本当にバラバラ。ちょっと待って、浪川さん、シンプルにって言ったじゃないですか。シンプルやん。これシンプルに何ですか？なんだ、確かこれ何だと思う？これな、まあ最初ロケットかなって思ってでしょ。いや、イカかロケットか、うん、イカかロケット、はい、ロケットイカ、うん、家かなって、最初家かなって思って、そう、僕も家かなと思ったんですよ。そう、そしたら生えてきたから、そう、あ、ロケット、あ、でもロケイカどっち、どっちかですね。じゃあこれは何だと思う？これは全く分かんないです。僕はロケットだと思いましたよ。なんかと、なんか草、臭いマッサージ機臭そう。トングや、トングパスタを作っとるんや。トング、湯気が出ちゃうんだよ、湯気が。トングはこうやこうや、トングはちょっと特殊なトングですね。特殊やん。スパゲッティ用のトングですね。トング、うん、そうなの、トング、スパゲッティ用のトング、はい、いや、だと思ってパスタかなと思ったからタコにしたの。あ、もう捨てた。これはちなみにイカです。イカ、ああ、トング、はい、タコ。タコ。待って、なんかさ、いやいや、タコのレベルとイカのレベルが違いすぎるんだ。なんでこれくさび型文字みたいになってるの。もう。ちなみに記録ゼロ。ゼロとかありますか。なるほどなるほど。勘弁してくださいよ。告知は絶対させないから。いやいや、もう絶対しましょう。逆に絶対しましょう。こうなったらもう絶対しよう、ね、じゃあ、じゃあどっちから行くの。僕から行った方がいいですよね、多分ね。まあ、確かにめっちゃシンプルなの行きますわ、うん、で1個繋がればいいんですもんね。確かにめっちゃシンプルなの行きます。俺が分かればいいんだもんね。俺がこの後分からなくなってもいいってことだもんね。いいよ、よし。水山さん、なんかうまそうだもん、絵が。いや、僕めっちゃ下手なんですけど、シンプルなやついきます。シンプルなやつ頼みますよ。絶対シンプルなやつ。絶対シンプルなやつ。シンプルね、はい、いきますよ。じゃあ、お絵描き伝言対決、はい、スタート。しゃ、おい、どっち？ちょっと、どっち？ああ、確かにね。ああ、近い。どっちかな。でも、秋の方だ、秋の方。こっちの方だから、これケツに刺さってるみたいになってるんですよ。は？こっちだ。ケツに刺さってる。ケツに刺さってるよ。ケツに刺さってる。江口さん、ケツに刺さってますよ。はい。ケツに刺さってんすよ。ちょっと待って、何？きた。もう全くわからない。恐怖でしかない、もう。ちょっとこんなにわからない家ある？え、これ地球にいます。わかった、わかった。YouTube で見られるのはここまで。本編を全部見たい方はこのボタンをタップ。アベマプレミアムなら僕たちの限定トークも声優と YOASOBI 全シリーズも全部見ることができます。みんなも一緒に YOASOBI しようぜ。